よし。では、狂言スタイルを覚えたところで、椿園に向かいましょう。佐賀を、いつまで任中せて。島ちゃんさ、うるさいんまで。だ準備できないの？できましたよ、準備。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ返り討ちに遭うかもしれねえ。準備は大丈夫か？お、心配してくれてる？大丈夫や。大丈夫よ。早いとこ案内してくれ。やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。任せとけ。よし、出発だ。タクシー代出してね。こんな柄の悪い二人乗せたくねえな。俺がタクシーの運転手だったら。実際に大阪の近郊にこういうとこあんのかな？あんまり大阪行ったことないけど。椿園、逆に書いてあるな。昔の歴史が残ってるような、そういう場所なのかもね。兄ちゃん、兄ちゃん、寄ってって。後のサインの河原みたいなとこだよね、ここ。どうです、旦那。遊んでいかありますか。勉強させてもらいますよ。遠慮します。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者な、どこ行きはんの。あそこだ。ヤクザに求めモテモテの牧村誠に会いに行きますよ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しけりゃ、そういうことになるな。待っとれよ、誠。待っとれよ、誠って言い方もね、あんまり佐川の前で言うもんじゃないと思うけど。どっちの意味とも捉えられるからね。仕留めるためとも捉えられるどっし。ちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右。二手に分かれて女探す一人ぞ。大丈夫？佐賀藩一人で大丈夫なんやってか？るわ。心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが、世良だろうが、牧村誠だろうが。右手の怪我大丈夫？ せいぜい弾切れにならんようにな。真島五郎さんですね。たふく大会よ。せやったらなんやねん。頑張れ、五世右衛良門出のてき親た。父は、あなたを殺さずに事を収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちに、この件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば、生きて返すことはできません。そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。大門隠してるのまはすます行くしかないやろ。裏方の汚れ仕事をどうしても引く請気け負はってなるいっからなんてだけこど。とでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとらんで、誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知まあ、らせて狂や犬スれ。タイルだから殴るどころか切りつけるけどね、この真島は。誠を探せ。この狂犬スタイルを、ないとこ慣れたいんだけど。これで、この辺は行くつもりですけれども、ちょっとね、扱いづらいのよ、このスタイル。掴みとかできないから、地面どうしまってるから。
ボス持つのにいつの間にか殴る。来た来た来た。で、敵はね、3人以上いるときに使えるやつがあるんです。これだ。3人いっぺんに巻き込めるから、こういう敵がいっぱい出てくるところだといいんだよ。よし。これだけかな。あ、新手が。よし、スパイク切ってよ。そしてまたこれをやる。ゲージがね、溜まりやすくはあるんだけど、三角ボタンのコンボでヒートゲージを消費する攻撃を使うから、ゲージが溜まってはなくなってを繰り返すんだよ。すごい強大型を繰り返していくと、どううまくコントロールするかって。コンボをあえて途中で終わらせるっていう戦い方かな。またここでこれを使う。これで3人いっぺんに潰せるね。あと壁際にいるときは、あの敵の手を押さえて必殺引いてオプションになるんだけど、お、ビビってる、ビビってるんじゃねえぞこら。また増えた。あら、近寄ってこいよ。一周してないと思う。オッケー、こればっかりやるかもしんないけど、まあでもかっこいい演出だから。弱いよ。よしよしよし。あとこいつか。あ、まだまだ増えるか。うえ吹っ飛んだ。なんだなんだ今の。あ、ちょっとガタいいやつか。ライフもちょっと多いねこいつ。これで仕組み切れないだろ。弱い。あ、しかもなんかライフ少ないやつにやつだったな。はい、うまい。こいつが一番強いの。スタイル変えるのもありなんだけど、こうね、なんか特性目録っていうのもあるから、強肩スタイルで敵を蹴散らしたいっていう、こっちのスローもあるんですよ。お邪魔します。気持ち悪い。画面じゃなくてそういう化粧か。よし、で3人潰す。あと2人ぐらいかとこう。殺してるでしょ。あ、3ミリだまだ。攻撃力はね、そんなにあるわけじゃないから。よし、あと1人か。はい。よいしょ。いつの間にかスレイになるマジマー。誰にいたんかい。もう逃げ場はないぞ。上に来いや。そしてこいつは仮面かぶってんのか。よし、でまたこれをやる。
いね。こいつらちゃんと金持ってるな。おっと、あ、なんか持ってる。あー、もうちょっと密集しろや。ゲージなくなった。あー、よし、ほら、これ出したい時になんか密集してくれない時あるんだよ。弱い。で、まだ残ってるかな。あ、いたほら、わー、痛い邪魔すんじゃねえ、これは。ほら、ほら、邪魔せえ。逃げてんじゃねえ、ほら。よっしゃ。だいぶ消しましたな。手があるな。物いっぱい。焼きそば食って、酒も飲むか。あんなロイヤル、いいもんだ。家の階に行って、おっとっとっと、四角竜が如く4でも同じような TP あったな、最初の辺で。忍者屋敷かよ、ここ頭くなってたら、やっぱりこれ、まあ、ヒートアクションの種類は少ないんだけどね。これか、壁際でぶっ刺すやつか、あと追い打ちぐらいしかないから、何回も使ってると見栄えとしてはなんか飽きてくるんだけど。またか、どんだけいるんだよ。一人普通の格好してるやつに、オタフク仮面がしてる。よいしょ、これ全員か。あ、でも、あ、向こうにいる、なんかちょっと強そう。ここ投げてきたやつ、こういうやつか。あべー、よく避けたな今。ほら、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 ガード破られるな。飛んだ。おいしい。くせえ。ほら。ほら。あばい。よっしゃ。このスタイルもダブル聖使えるから攻撃避けやすくはあるんだよな。ここはアドリンカッターマクネス、こっちは、あ、なんかあるんですね、使っとくか。スタミナンレックス、あと酒も飲んでいく。マクネス、スタミナン、これもう次ボスかな。どうしよう、一回スタイル戻してみるか、喧嘩しに。よし、行くぞ。
あ、ボスだな。あとセラさんしかいないはず。いたいた。セラ。日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。風格あるよなこの人。誠は、牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託され。シリーズ全体で見てもゼロとワンしか出てこない人だけど。ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。は？信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで。手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。見極めるためか。覚悟やと。知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織が、そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。そして結構なぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからが分からない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。いや、真島誠の価値は知らんからだ。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。なんならこの時点では佐川も知らないしね。なぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。佐川も島の依頼されただけだから。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今東城会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。まあ、お前の覚悟を知っておく必要があってな。って話は随分物騒なやり方やな。少し前に立花社長も堂島総平を確かめた結果はどないやん。収まらせたらまずいことになりますよって言ってたのとちょっと関係してる。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。セラさんの戦闘シーンってあんたのやり方に従うんは尺やな。レアなんだよな。俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ。やったるわ。拳どころかドス振り回しますけど、お前の覚悟を見せてもらおう。まあまずはせっかく来たのでセラさんにはお中元プレゼントですよ。召し上がれ。はい、まあ、3代目になる前祝いとしてもう1個あげるか。遠慮せずもう1個どうぞ。召し上がれ。3代目の前祝いっすよ。ほらさて、おわりせい。今反撃うまくいったな。スラッパースタイル。ほら、おお、どうした、どうした、セラさん。おお、演出きた。おい、おっ、仕掛け、あべ、よし、あれなんかヒートゲージ全開した。
なんか開いて避けてくるんだこの人。お、なんか正面から言ったらやりづれえかな。表現するか。なんだろうな、攻撃自体ゆったりしてるのに。あ、入った。あー、逆に裏取られる。聞いたことなさそうだったら、壁際だったら。よし、おれ、いってー。これがあるので、壁際だと。壁際っていうか、これあ、避けられるな、なんか裏取って寄る。なんかいい方法ないか。段差にしてみるか。段差にして来いよ。あら、ゲージがなくなっちゃった。ガード崩された時のあれ試したいんだけど。ガードブレイクの攻撃してこねえな、逆に。なんか割と強烈っぽい攻撃なのにガード突き破ってこねえこの人。喧嘩心ボス裏取って、なんかしょっぱい倒し方になっちゃった。裏取るところは良かったけど、なんかヒートアクションで最後締めたい感はあるんだけどね。どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟痛いほど伝わった。力仕掛けるとやりづらい人だなこの人。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？立花不動産。なんで不動産屋が。本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。あ、空の一坪の存在。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億、そんな土地どこにあるんや。真島今お前のよく知った町だ。500億ぐらい持ってるけどね。カムロ町。誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしとる間に登場会も落ちたもんやな。じゃあもう戻るのやめたら。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。犠牲になったリーサの話しないのかよ。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろうが。その不動産屋の名前と行き先を教えてくれ。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。食い止めらんでえよ。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。何や。
しも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。防弾チョッキとか着てんじゃないの？不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。防弾チョッキ着ててもヘッドショットされたら一発だけどな。カムロ町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。テンプレ通り。この泥棒猫が。怖い、この顔。ナイス連携プレーだぜ、真面目ちゃん。連携プレー。俺に打たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。まあ、そういうことにしときますか。佐川としても。こいつか。撃たれた借り返したかったんだろうな。牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ？立花不動産、桐生一馬。ここで。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。初めて桐生一馬の名前を見ることになったな。蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って、牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。執念がすごい、この人は。第12章おしまい。はい、ということで、まあ、動画時間やや短めかもしれないんですけれども、ここで一旦一区切りにしておきます。次から13章でまた桐生編に戻るんですけれども、桐生編だけど蒼天堀っていうちょっと今までと違う感じになるんですけれども、またそこやっていきましょう。まあ、サブストーリーとかは多分当面やらないと思うんで、そのままメインストーリーを進む感じになりますね。じゃあまた次回よろしくお願いします。